皆さん、こんばんは。こんばんは。解説六十三周年記念。G1 海の王者決定戦。五日目準優勝戦。十レースの展望番組を。日刊スポーツ記者。栗原博人記者とお送りしていきます。栗原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、ちょっとだけ。今日の十二レースを振り返ってみたいんですが。はい、栗原さんの予想通り。一二五で来ましたね。そうですね。まあ、あの、はい、ちょっと。えー、み。 4日目は8レースから安定版がついてちょっと水面荒れてたんですけどねまああんまり、まあ、安定版つくとちょっとエンジン差縮まったりとかそういうのもあるんですけど、はい、まあ割と、えー、ずっと良かった人はそのままみたいな感じではありましたねおおよそはい、はい、それでは準優勝戦のメンバーを紹介していきます1号艇今垣選手2号艇菊池選手3号艇今村豊選手 4号艇麻生選手、5号艇寺田選手、6号艇宇佐美選手となっています今垣選手が手遅れを1本持っていますモーター評価の方をお願いしますはい、えー、今垣選手は伸びはトップクラスというとこことで、はいえー、4日目の6レースもですね5コースから一気のまくりでしたからね、はい、すごい伸び足ですねで、イン スローだとチルトはマイナスにしていくということなんですけど、はい、まチルトマイナスでも伸びは悪くないですということで、まあ、変わらずというところで7ですね、はい、で今村選手はちょっと安定盤がない方がいいかもっていうは言ってましたけど、はい、まあずっと初日から、生、え、き、ー、足だとか伸びだとか、えー、ずっと目立ってましたから、ね、変わらず7と。はい、で菊池選手は まあだいぶバランスが取れてきたというところでまあまあいい方なので、えー、6と、はい、で麻生選手とか宇佐美選手は段回りがいいですね、はい、寺田選手は5なんですかそうですねなんか寺田選手もあのいいときと悪いときは結構今節ははっきりしましたね。はい、であの出力低減エンジンジ がまだあの今回が初めてということで、はい、調整もなかなかつかみきれてないような感じですかね。はい、はい、それでは進入の方をお願いします,そうです、ね、ここは、えー、枠なりの今村選手までスローで枠なりの3対3ということで、はい、それを踏まえての本命フォーカスの方お願いいたします。は 1> 1頭の2、3、4そしてまた2、3、4と今垣選手の逃げということですかね。そうですね今垣選手の逃げを信頼してで、まあ、実力から言えば、えー、菊池選手と今村選手が、はい、まあスローにいますんで絞るなら1、2、1、3からっていう感じなんですけど、はい、麻生選手も今節序盤は目立たなかったんですけどだんだんとそこを上げしてきて。 ターン周りなんかかなり良くなってるんで、ちょっと。二着付けでも狙いたいところですね。はい。はい。それでは狙い目の方をお願いします。そうですね。まあ。う思うと、やっぱり麻生選手だとか。えー、まあ、今村選手もいいんでですね。ちょっとここら辺センター勢を軸に。はい。センター勢を。三。 3四4折り返しの流しですかね。の流しちょっと点数多いですけどセンター勢をそうですね、はい、だいぶ今節の中では気配のいい方の2人なんで、まあ、一発あってもおかしくないかなといはい私、個人的にはですね2号艇の菊池選手 がちょっと壁になるのかもう攻めていくのか気になるところなんですが攻めるってまくるってことですか、はい、まあそういう体形次第でしょうね基本は差しだと思いますよ、はい、2>, 2コースだったら怖い存在なんであそうなんですか、はい、はい菊地選手の2コースって僕としたら個人的にあんまりあの微妙な評価になってしまう時もあるんですよね。 なんとなく裁くとは思いますけど。はい。どっちかって,ってやっぱね、せん。まあ、インとかならもちろんですけど、センターとか。ダッシュあたりでね。結構威力を発揮するタイプなんで。はい。わ、はい、かりました。それでは。はい、いいです。納得しました。<laughs> はい。それでは、これを参考に、皆さんも舟券を買ってみてください。以上で、十レースの展望番組を終了します。栗原記者、ありがとうございました。ありがとうございました。